紫色の複作刑事に用いる、複作本長字に用いる、複作本複作絹、ちりめんなどで一重または、表裏二重に作り、無地や、吉祥柄などの刺繍を施したもの。物を包んだり、沈没の上にかけたりする方形の儀礼用剣句。本校で説明。茶道で、茶道具を拭い清めたり、茶碗その他の器物を扱うのに用いるおよそたて休寸。 横九寸五分の絹布。福祉糊を引いていない柔らかい絹。他の語に関して用いる本式でないもののことを指す語。和菓子の一種。艶福祉。料理用語。例として、福祉仕立て。福祉蘭。本前料理を簡略化したものを福祉料理と呼ぶ。福祉とは贈り物の金品などを包んだり、 大うのに使用する方形の布である。小さいものを複さと表記する。複さは、もともとは貴重品などが収蔵された箱状に、かけられていた風呂敷である。その風呂敷が、贈答品を運ぶときの汚れや日焼け防止として、用いられるようになり、一枚の布地から裏地付きの、絹製で四方に亀棒と呼ばれる、ふさ付きのものに変わり、慶長行事の金品を送る時の儀礼や、 心遣いとして、広蓋と合わせて用いられるようになった。放送、大いとしての実用性を超えて、のし袋の水引きが崩れたり袋がシワになることを防ぐ心遣い、また、先方の心中や祭礼を重んじ、喜びや悲しみを共にする気持ちを示す意味を持つ。のし袋で金封し、さらに複差で包むことで、礼節ときめ細やかな心遣いを示す。 複差は一般にちりめんや絹製の風呂敷より小さく、包む対象も小さい正方形の布で、色は、沈物用に使用される色である紫だけが、刑事長寿兼用であり、角の一つには、紐と留め具がある場合がある。現在では主に冠婚葬祭において、のし袋を包む用途などに使用される。 横綱土俵入りの際に立ち持ちは、陣立ちの鞘の切っ先部分を紫色の副鎖で包んだ上で持つ。台付き複鎖先方の目前で副鎖を開いて、金封を取り出し、副鎖から外した台の上に金封を乗せて差し出し、金封は必ず戦法に向けて、台を畳の上を滑らすようにして差し出す。台は両面が色違いになっていて、 祝いごとと、お悔やみごとに使い分けられるようになっている。お祝いごとの場合は赤色を表になるように、お悔やみごとの場合は、緑色が表になるようにする。台のない副作台の代わりに副作を折りたたみその上に、金風を乗せて差し出す。簡易副作台のない副作同様に副作の上に乗せて差し出す。のし袋を包む場合は、結婚式などの刑事にはうぜんに包み、 葬儀など長時には左前に包む。なお、紫色に関しては、形状共通で使用が可能である。ありがとうございます。